はい、こんにちは。まゆチャンネル、まゆはらでーす。はい、今日はこちらですね。うん。レベルアップライダーシリーズ07、仮面ライダーレーザー。バイクゲーマーです。仮面ライダーエグゼルに出てくる仮面ライダーレーザー。なんとレベル1は人間だけど、レベル2になるとバイクになっちゃう。上げていきましょう。はーい。ハイテンションでごめんなさい。どうも。せーの。バイクそのままだね。うん。はい、ということでこちらが仮面ライダーレーザーですね。はい。それのレベル2の状態ですね。はい。これで入ってましたんでね。バイク状態です。はい。ちゃんと車輪は回りますね。お。こちらに顔ついてますね。はい。で、ここにこうなんかスパイクみたいなモヒカンみたいなのがあって、うん、こちらハンドルでしょ。はい。で、上をこうやって見るとここにもう一つ顔があるんだよ実は。うん、レベル1のね。そうそう、ここに顔がありますね。ここにドライバーついてます。はい。ゲームはドライバーね。で、僕は座るとこね。はい。こんな感じで、それと、下にはですね、こうスタンドがついてますね、はい、これで立たせることもできますね。こんな感じですね。かっこいいね、うん、うん。ただね、片っぽの足はやっぱこうつけないっていうかちょっと折り曲げてるけど、はい、こんな感じ、うん、かっちょいね。ほんとだ、かっちょい。じゃあ次はレベル2の状態からレベル1の状態にしましょうか。はい。まずは、車輪をぶち抜くんだけど、せーの、ぶち、せーの、ぶち、はい。そしたらこの部分、この顔の部分をちょっと上に上げて、これ胸パーツ取ります。で、この次はこれ折りたたんで、ここに溝があるのでこう差し込みます。はい。ここでまず気になったのがこれ、これね、なんか肩パーツみたいなのがあるんだよ、うん、で、ここに何やら差し込めるようになってる、うん、だ、これレベル3の時に手がここにつくね。そうだね。で、この後ろ、バイクのこの後ろの部分なんだけど、これもこう2つに分かれますね、うん。で、これも多分足パーツつけられるんだ、きっと。そうだよ。ギリギリチャンバラだろうな。そうだね。また一つに戻して後ろに畳みます。はい。これも戻すね。はい。レベル1の背中にこう差し込みます。はい。で、胸パーツもつけます。はい。それで車輪のこの部分ですね、ちょっとだけ突起があって、これ引っこ抜くと、はい、で、クリッと90度回転させます。これを手に持たせる。はい、こんな感じです。これが仮面ライダーレーザーのレベル1ですね。はい。今までのやつの中で一番、なんだろう、強そう。うん。あ、レベル1の中でね。うん。これなんか、銃になってるね。こうね、銃っぽくなってるからね。うん、ドギュンバキュン。これだけちょっと強そうだよね。うん。また現れたな、ゲンム。なんで僕たちの邪魔をするんだ。今度こそお前を粉々にしてやる。戦うしかないのか。ヘイ、ダンタン、チェイ、ハッ、ハッ、うわ、トリア、うけ、うら、くそ、ちょっと待ってろ、ワイドーキック、おら、うわー、なに、参ったな、やっぱり強い、おい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 、やられちまったのか、俺にやらせてもらうぜ、君は確か、誰だっけ、仮面ライダー、レーザーだ、ブーああ、取れちゃった、やばい、うわー、うわー、やばいやばい、やばい、ちょっとやばい、ちょっとやばい、おし、今だ、どうだ、動きが素早いだろ、よし、行くぞ。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのレベルアップライダーシリーズ07、仮面ライダーレーザーバイクゲマーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいです。本当に嬉しいです。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。